ごきげんよう、ガラクタやオルドです。今回は、待ちくたびれました。オムニフォースとグリモワールドワンダーライドブックプラス、ドゥームズドライバーバックル、何気にさ、この便利すぎる流用バックルに名前ついたのは初めてじゃない？ドゥームズドライバーバックルなんだ。まあいいや、とりあえず、オムニフォースとグリモワールがようやく商品化されました。カラドボルグはあれどこ行ったよ。まあで、今の状況なんですけど、今もう7時近くなんですね。午後7時近くなんですけど、まだ一時受注が残ってるような状態です。これは正直予想外でした。俺は多分ね、今日仕事あったんですよ。仕事があって予約開始の11時台仕事してるんで無理だろうなと思ってたら、なんか休憩時間が午後1時かな。まあ予約開始から2時間後に、無事予約できました。くさ。まあバッチリ予約できたんで、こいつは多分発送日にレビューできっかな。仕事なかなければ発送日にレビューできるかなっていう気はします。とまあ今回のやつが予想外だったな。予想外って音でもないか、予想外だったけど、でこいつも俺速攻でなくなるかなと思ってたら、未だに予約しててマジかっていう。こいつも未だに予約してるんですよね。高騰するんかな。で逆に予想外にあっという間になくなったのが、お兄様の聖剣と、サーベラの聖剣です。あぶね、今一瞬さ、クソ上司って言いそうになって、完全に癖で言いそうになってんだよね、クソ上司って。いやまあ前回じゃん時はすげえ良かったんだけど、まあこの2つは本当に予想外にあっという間いなくなったからね。逆にこれが残ってて驚いてるぐらいだ。でまあ今後の価格予想、そもそもこれ定価が7000円ちょいで、送料含めると8000円いくんですよ。8000円か、12000円は硬いかな、これ転売すると。というのもまあ高いベルトって言えばこいつだよね。無名剣虚無、こいつ今12000円するんだよね。定価の2倍だよ、2倍。頭いかれてる、おかしいおかしい。なんでこれさ、いや1万ジャストならまだギリギリわかるけど、なんで12000円いくんだろうねっていうレベルでおかしいと思ってて、これさ、何が一番予想外だったかってさ、テレビ本編に出てきたことあるんだよね。俺たちはさ、ファルシオンだよな、確か。合ってる。ファルシオンさ、劇場版限定ライダーだと思ってたんだよ。劇場版限定ライダーかと思ったらさ、まずテレビに登場してくるじゃん。で、ハバト消えたなと思ったら次デザスト持ってって、で、デザストバーサスレンで、デザストがすげえエモい消え方したからさ、さらにこいつの価格上がるじゃん。っていう。本当に、こいつ一時受注でギリギリまで受注してたんで、こいつはね、マジで、本当に予想外やってね、ここまで値段上がるのは。あと、こいつ、エモーショナルドロー。こいつをさ、劇場限定フォームかと思ったら、なんかテレビ本編でも出てきて、まあ、それ関係なく6000円は言ってたけど、5、6000円ぐらいはしてたけどさ、まあ、ね、こういうことがあるからさ、俺的にはさ、こいつ、オムニフォースとグリモワール、これ2個で12000円は硬いかなっていう、上振れたら15000円超えるんじゃねえかなっていう気はしてる。だから一時受注で予約しろって言いたいわけだよ。予約してねえくせに、高騰した後でやる転売ヤーがとかっていうぐらいなら、今のうちに予約しろ。
俺はこいつはマジで高騰すると思ってるからっていう、まあそういう話でした。ただしケタチてめえはダメだ。というわけでご視聴ありがとうございました。